はい。おはようございます。えっ、ー、と、4月の昇級試験の課題なんですが、中学生のね、ということで、えー、ちょっとペンの話からしていこうと思うんですが、ペンはね、あの、何でもいいんですよ。ただ、インクは黒に限定され、されていますっていうか、黒か、まあ、やってもブルーブラックとかですね。で、黒で書いとけば問題ないんですけど、はい。色のものはやめてください。 えと、万年筆ね、今、たくさんいろんな色のインクが出てるので、どうしても使いたくなるんですけど、そこはちょっとグッと我慢して。はい。では、ちょっとまず、一つ目、よくある、えっ、ー、と、油性のボールペンですね。これは、えっ、ー、と、ユニから出てるジェットストリームです。えっ、ー、と、ちょっとこれはね、色が青なんですけど、えっ、ー、と、これ、すごく硬い印象です。あ、ここに書いてあるね。 これはね、0.38なので、だいぶ細いです。あの、一番細いかな。だけど、0.5ぐらいがいいと思います。0.5,0.7あたり使ってもらうといいかな。で、ただ、たまりができやすいんですよ。こういうところ。虹を描いてると、途中でなんか、ぼてってなることあると思うんです。このね、ペンは、油性ボールペンだけど、比較的それが出にくいような気がします。で、えっ、ー、と、 ただ、そのたまりができちゃった場合に汚しやすいんですね。こうね、手でスッとやると、こう、すぐにこう汚れがこう広がってしまうっていうところが、ちょっと難点な感じですかはい。で、もう一つ目が、こちら水性のペンです。水性の、えっ、ー、とね、どこに書いてあったっけプラマン。 ここに書いてありますねプラマンっていうペンなんですけどなんか万年筆のようなペン先ですよね。でこう横こう角度を変えるとだからちょっと太さが変えられるようなものです。でこれはここに書いてあるこれなんですけどねこのぐらいの太さがあってあの圧によってもだいぶ変えられるかなってところ水性のものです。これ結構あのペン習字なんかあのやってる大人の方。うん これを使ううっていい先生も結構いますよ、ね、でそれから私はねあのいろんなものに万能なゲルタイプのものを普段は使っています。添削で使う時もこれの赤を使ったりしますけど、えっとね、これはねゲルタイプなんですよ。ゲルっていうのはちょっとあのんだろうな水性のこの2つの。 のな感じですかねペン先はほらこっちの油性ボールペンに似てますよねだけど描いてみた時には一瞬なんかペンのような感じの柔らかさがありますでもゲルのものも2種類多分あるんだと思うんですけど柔らかい方のインクですねこちらはねで,、えー、とで乾きがすごく早いので 汚すっていう心配もこっちの方が少ないかなっていうところでこれはおすすめですただやっぱり太くなればなるほどそのインクの出がよくなるのであの乾くのは遅くなりますのでその辺りだけちょっと注意してくださいで筆圧の問題であまりギュウギュウやるあのタイプではなければ0.7でもいいかなこれだとちょっとスッとした細い線も あの力を抜けば引けますしあの力を入れれば強い太い線っていうのも引けますのでこれ結構いいですよ。で上級者向けというか少し慣れてきてあのそんなに私は筆圧もうんあの強いわけではないしちょっと自信も出てきたなと思ったらあの万年筆タイプのものこちらはこうなってるのでこのあのデスクペンって言いますけど。 えとここの中にこれ,これはねカートリッジ式ですこういう,うにあにインク売ってますよねそれを刺して使うタイプとあとは普通にあのー、汲み取り式っていうんですかポンプみたいなのがついてるタイプありますよねちょっとこれはねカリグラフィー用で先がちょっと変な形をしていますけどこれとかをちょっと見てもらうとちょっとね洗ってない汚いですねこういうい風に あの汲み取りあの瓶の中にこのまま入れてこうくるくるってやるとここ吸引ですよねキューって上がってくるようなそういう風にして使うタイプの万年筆も大丈夫ですただね筆圧強かったりするとペン先が傷むので初めのうちとか練習、うん、の時とかはまだこういうタイプとか、まあ、こ,れこれ200円ぐらいなのでも,っと,もっともともとね こっちで練習してみててみもいいいかなっていうのはあります、はい、ではちょっとあの持ち方もねやっていきましょうかえっと結構こういうふうに立てて下に向かってこうやって書く人もいると思います今までの癖でそういうのがなかなか直らない人もいると思うんですそれをこうにしてしまうと今私真上から撮ってますよね 上から撮ってると全然見えてないじゃないですかここ自分が描いてるところだからねなんかね小さい字になりやすいんですよすごく小さくて伸びやかさがないというかなりやすいのでこれを寝かせてくださいもうこのくらいまでは必ず寝かせてもっと寝かせてもいいかなと思うんですけどそれはまあ人それぞれなところもありますよねこの可動域も違うしこうね えと上から流れでこう書いてくるっていうところのイメージを持ってもらうためにいつもこういう動きをしているわけですよね下に向かってだんだんこれペン先ってこう見えなくなってくるこう寝かせた状態からこういうラインでも引っ張ってくるような感じがあるはずなんですよ。文文字字書書いいてててて動かして一文字書いてってあんまり しないですよね2文字ぐらい一気に書いて次2文字ぐらい一気に書いてとかも多分そうだと思うんですよ。その感じを、えー、と自然とできていれば行になった時にそんなに苦労はしないかなっていうところはありますね。えっ、ー、とちょっとじゃあ一度こういう風に当てた時に全体見てもらって。 うんとどのくらいの大きさで書けばいいかなっていうところと,、えー、と文,字文字数数えなくてもいいんですけどあの漢字とひらがなの比率どのくらいあるかなって、まあ、ちょっとパッと見てもらって、まあ、ここの行はきつそうだよねっていうのはこう誰,誰もがわかると思うんですよそう。なのでその辺少し頭に入れてもらって、えー、とちょっと1行目はゆとりが。 出過ぎちゃうううのかかなっていうところも注意ししましょうかで全体見たら次えっとこういうところの空き隙間が空いてると思うんです漢字に比べると小さいっていうのがひらがなですよねでだからここ行がここにこの線があるんですねなの行の隙あ間あ間漢字のところだって別に目いっぱい使って いいいつもいつもも使ってるわけじゃないですよねでそれでひらがなのところはよりもっともっと隙間が空いてるこういうところっていうところをよく見てこのこういう字の流れがこういうなんか波打ってるような感じを作りたいなるべく作りたいんですね。でそこで少しじゃあ拡大して見ていきます。 先ほどあの書き方として手の置いた手あ、うん、と手を置く位置ですよね置く位置から2文字3文字4文字かあの塊で本当はこう捉えられるといいです、えっと、まずまあ1文字ずつ練習をするっていうところは基本にはなりますけどそしたら今度塊ごとにまずは2字ずつそして3字とかっていうふうに見られるといいかな。 ちょっとあの前置きがだいぶ長くなっちゃったんですけどちょっと書いていきます私はねあ今アップにしちゃったからあれか手の大きさもあるんですよだけど結構下の方にこう置いてスタートしますこの位置からこういうふうに書き始めますうん皆さんどうかなもうちょっと手の小さい子とかってこのくらい位置的にはこのくらいだったりするかもしれないうんその辺はねあの 調整してくださいね参考にするぐらいでいいと思いますよはいでは行きますこう虫編1画目がスッと抜けてるようなこの辺はこうキュッと入れてスッと抜いてくださいで長いですよね長くとしといてこっからキュッキュッこういう感じですでこう右寄りでいいので着といたらスッと抜いて でこちらに行きますよここ,ここで止まらないことこっちにスッと抜いてきてこっちで止まるならまだいいですそしてぎゅーっと来てトンで今こういうところすごくゆっくり描いちゃいましたよねそうするとゲルタイプのインクあ私はこれ今0.7を使ってるので特になんですけどこのぐらい太くなっちゃうんですよちょっとキレがなくなっちゃいますよねというところでスピード感が実は大事になります これ水性のインクとかで例えば万年筆のインクとかで雨の日とかにあの書いたりすると湿気を含んでたりしてそれがにじみやすかったりしますので注意ですねその点あのゲルインクの場合はにじむっていうよりはこういうふうに太くなってしまうぐらいのものなのでその辺の心配がないですで今ここでギューっとこう右にすごくこうに貼ってるような感じですよね でこちらの虫編もそうなんですよ1234画目こちらをすごく下にストンと落としてで上がるような感じにして傾斜をすごくつけていますで左へ左へっていう風に出ていったので次こっち作り側も右へ右へって出ていきたいわけですからここを短くしておいて左寄り左寄りに行きますよね中央に反ってるような軸になってるのはここですので で両端をこういう字に関しては上と下ここを開けるようなイメージでそれでいいです同じ高さに揃えようとするとどうしても真四角の字になりますけど真四角の字っていうのは美しくないのでねこういうとこ開けてくださいでここからのに行きますこれは虹の で今私ここで止まってしまってますけどこれは一緒に書いた方がいいですここからこうにきてそのままこうに中央まで守ってくるような感じにしといてこう、ね、それで今中心線に乗らないぐらいで今スッと切ったんですねでなぜかっていうとこちら次のここからこういうラインで「虹の字」という字です今何書いてあるのかなと思っちゃった のの字が編なのはってて書いてありますねそう文章ねつい時間が経つと忘れちゃいますけどでここ「えー、の」の終わりから次の「字というあの字の「浮かんむり」ですねこう入って次左こちらも長いっていうのは一緒です浮かんむり頑張りすぎないでくださいこういう字ってすごいここが張っちゃうと何ていうか大きくなっちゃうんですよねだからね幅をあんまり これでも結構大きいぐらいですけどこれ以上大きくならないようにここ中心線をまあまあ合わせましょうかでここからこうに来といてグワーンっていう感じで持っていきますでその時なんとなく左に偏ってんじゃないのっていう風に見えるかもしれないですけど跳ねた先からグワーンと来てるのですごく近いんですよ跳ねたところとこの最後のこのね 入りがね近いところからギュッと来てますけどここの部分は結果的にはだから長くなりますがこちらも同じにしようと思わないでくださいここを一緒にしようと思うとすごい変な字になりますよねギューってこうなんか矢印みたいな感じになっちゃうんですけどこれは早めに切ることこっちに傾いてるような感じで大丈夫ですでここから今ギュッとやって跳ね返って 跳ね返るっていうのは次の字に行きたいという気持ちをここですっと出してここにカですがですね。こういう感じでこちらからいつもこういう風に来てるんだよっていうのがわかるといいですね。はい、あまた虫が出ています。この一画目をすっと長くしておいてキュッと持ってきてキュ,ッキュッと締めますで。これは中心をこういう風に来てまたすっと きっ、ね、といてスピード感こちらこのぐらいだといいかなうんこれをちょっと強さをアピールしたりする時ここからスッと切ってこう下から突き上げてスッとくるとこの太いとことこういうところあのちょっとこれかすれていますけどこれがまたねあの自然と出ていい感じです よく、ほら、万年筆だとこういうのってよくある、あるんですよね。この、ちょっと薄くなった部分っていうのがまた味があってよく見えます。で、えっ、ー、と、向かい合ってるこちらとこちらの線なんですけど、こちら短くします。これね、短いでしょ短くしておいて、こうふわっと とととししたららここはしっかりとギュッと締めながら長くです字の右下に当たる部分っていうのがここなんですけどそこは、えー、このラインで一番下になると綺麗です重さを出すところっていうのはこういう字があった時のだいたいこの辺り右下ですよねえー、横だってだって この縦縦のこのラインはこういうふうに向かい合わせな感じでいいです。つ、う、な、ん、げて描くようなここ一気に描くような2つずつのつながりみたいな感じですかね。はいなのは平がなですね。キュッと上がってスッと抜くような感じでいいと思います。点を折ったらキュッと内側に入ってこのまますっと抜けたらまた入優しく入ってのです。 の、は、こういう感じでつながりを持たせて、一気にいけるといいですね。ね、えっ、ー、と、行でこういうふうに書いてるとき、5、6年生のときから行はやってるので、まあまあ、もう慣れっこかなっていうところはあるんですけど、ただ、ただペンになったっていうだけなんですけどね。えっ、ー、と、全体をまあ見てもらって、 すぐ隣に置いてもらえばまあずれることはないんですけどずれたら幅をちょっとずつどこかで修正するような感じがいいんですがひらがながやっぱり小さくしやすいのでそこをチャンスだと思ってください。古代中国全部漢字ですよね、えー。こうやって見た時になんとなく「中」という字は小ぶりに見えるかな、うん、っていうふうにするためにはどうしたらいいかって言ったら。 縦のラインを長くしすぎたらダメだなっていうのも感じてくださいこういう縦のラインでスーッと抜いていくようなものって結構長くしちゃいがちですよねでもそんなに長くしたらこれダメなんだなっていうのがわかるといいです下の方を見るときついんですよねここねはい古代です古代こっからスッと抜いてここは必ずこういう感じで抜いたら次の角へ行って で引いてしまうまうで止まらないっていうといつも同じスピードで進んでるわけじゃないですけどスッとこの辺り早いですがでもつながっちゃってますよねもうこのぐらいでいいです。でキュッと締めてちょっと下に下げ目がいいですこういうところ先ほども言ったような右下に当たる部分を何て言うかな重さを出すっていう意味,意味でこの辺。 ちょっと下げ目な感じで持ってくると、あの、それっぽさもなんとなく出ますよね。安定感も出るんですよ。で、こう抜いた先っていうのは次の1画目に近づけるようなイメージがいいんです。スッときて。で、ここですね。で、ここは、こことここがつながる。こうきて、3画目、4画目っていうのが一気に描けるといいです。で、ここでもそうですね。右下の部分、これ。 ってていいいうのののがこ辺ラインよりだいぶ下に今来ていま,すまあちょっとこれはやりすぎかなっていうのは今ちょっと思っちゃったんですけど、えー、となぜなら下がねどんどん辛くなるのでねあんま出るとただ字の形としてここはなんとなく出してあげたいところでもありますので。 短くはならないようにしてください少し長いかなっていう思うぐらいなラインでいいですそして中国という字ですスッと来といてこうきますねこれキュッとここはまだ最後ではないので上がっておいてくださいで面積見てもらうとあこれね真ん中通過しなくていいですこういうふうに右寄りに来ていいです でその時こちら側がすごく空いてますよね、うん、大きく開くようにしたいんですよそれを作るためにはどうしたらいいかっていうと1画目を長くちょっと長めにしましたよねで2画目はキュッキュッと締めてるのでだいぶこれは狭くなるはずですでこれの差をつけるとここの面積変わってきますのでこういうふうにして真ん中ではないところでちょっとこをね、えー、縦のラインこうきて,てくださいで 国という字です。国という字は結構圧迫感がある。こういうふうに囲まれている字っていうのは大きく見えちゃうものなんですよ。なのでちょっと小さめを意識してもらう方がいいかな。小さめを意識しつつ、ただ中のこの玉という字は伸び伸び書きたいのであの少し丸めにするといいです。丸くしてあげると中は広くなりますよね。それからもう一つポイントとしては、 こういう国構えとか門構えとかって、下が、あ、なんていうかな、寸胴に書きやすいですけど、まっすぐにね。いやいや、少しこう、丸みを帯びているような感じ。下が広がっているような、ちょっとだけだ形けっていう感じにしたいので、それどうしたらいいかって言ったら、上のこのラインを短くしておいて、 でこちらを少し広がるようにすると優しい台形になりますよね極端だとこれすごく変なんですけどこのぐらい優しいラインにしておいて中をゆとりをたっぷりこう取ってあ中のこの玉の描き方を少しやりましょうかこれはすごく基本になるところなので ここに行きます、ねえー、とまずあ中の玉という字ですキュッと3を書くようなイメージっていう風によく会所の時ピシッと書く時は言うんですけどこうしてほらこうしてこう,こういうのねキュッと上がる線とここはまっすぐとこっちがこういう風に反るような線とっていう風にね いつも言いますよね。で,ですが、それがどうに変化するかって言ったら、キュッときて、中心、ちょっとね、これがね、こう回曲がってるというか、こんな感じで、なぜかっていうと、こちらを出たい。左にすごく出て、通過したら右はあまり出ず、ストンと落としたら今度、左があまり出ず、右は、 こうギューッと出てきて点に行くみたいなちょっとチグハグしたような感じがしませんここでこっちが出ててこっちなんかこうへこんでるけど今度こ,こっち出ててみたいなこういう感じになりますですからえっ、ー、と全部つなげるだけでギザギザしないような感じですよねはいで あんまりり大きくななすぎないようにこれは中国ではい虹また出ましたこうキュッとしてこからこうストンと落としてこうですね慣れてきたら少しつながりをより意識して。 行きましょう同じ字っていうのが出てきた時はあまり重複したものを書かない方が良しとされることが多いですので、まあ、まだ初めなのでそこまで気にしなくていいですけどとりあえず一パターン書けるような感じにしましょう、うん、はい「竜」という字で「立つ」ですね立川の「立つ」という字ですこう これはね、まずこれぎゅーッとこう反ってますよね。ここには関数字の2を書くようなイメージで持ってきますけど、行書になった時にだいぶ左の出が強くなっています。先ほどの尾があったと思います。この部分。ぎゅーッとする時、左側が出て右があまり出なかったっていうこれなんですけど、こういう長い線を書く時によく使われるのは、左が出てこちらはあまり頑張らない。 こちらのこのここ感じですねでこういう風にしておいてまた同じようにこの四角い部分中国とかうんと虫編の虫の一角目とかの時も一緒でしたけどこちらも1画目がこう長くてちょっと丸い感じがします。で次スッときてキュッてドントン。でどんどん こんな感じですね、えー、こちらがとても大きく見えたと思いますでキュッとしておいてで最後はここからこうできてもちろんこれ全部つながりを持って書いてほしいところですよ私今説明しながらなのでちょっと止まっちゃってますけどねここにちょっとそのスピード感ねトーンこうきてトントーンでこっからのギュッときて 結構ギュッて行くところとかはうん早かったりもしますねはいえー、もうあまた虫編あでも違う字ですからねこちらからまずここまででウかんむりのようなこういうふうにこ狭いところなのでこちら こんなな感じになりますここもあまり頑張りすぎずなぜかっていうとこの時形こちら側が出たいところなので出たいのはここの最後のラインですねなのでこの冠りの部分頑張んないで2段階でこれはトントンみたいな感じですカクンカクンしてるわけではありませんけど一度入れ替えをしたようなここからこうしといてこうしたようないつもだったらこれは こうしてこうして上に跳ねるところですけどこれは行書で次に行くためにこちらに反りましたのでそのところでなんとなくここに切り返しができてます。はい「の」ですね。「の」あ一1種ギリギリですね。一種 あ今,今ちょっとこっちと違うバージョンを書いてしまったんですけどどちらでもまあいいです。これ多分ちょっと繋がっただけですのでこれもこういうところこう一画面大きめにしておいてなんとなく囲むようなイメージ、うん、ですね。でこうしておいていつもこういうところここありましたね先ほど言った玉という字で言ったこういう ここに三角形が生まれるようなものなんですけど同じ三角形を作らなければいいですちょっと拡大というか大きくして書いてみましょうこういきますよねこう出てこうこうこうほらつながってここに三角が生まれましたけどこっちの三角はすごく小さいみたいなそういう感じにしましょうと考えられていた 下がだいぶ開くところではありますので、えー、簡単というかね、まあ、やりやすいかなただひらがな連続が今のところ初めて出てきたかななのはぐらいでしたもんねちょっとたくさん下の方にありますと考えるです土を描くんですけど上がってスッと上に行きますこういうところはもう1 に繋がって次も3こんな感じですまた来ましたよねこっちが出てこっちが出ないそしてそこサーンってやったこのところからこう上に行きます上に行ってスッと入って力がギュッとここで入ってストーンときますこれ直線のラインですで跳ね上げるようなイメージちょっとかっこいいとこですよねこういうとこねで キュッとして、ふわっとしたらもう一回ふわっと上に行って締めて、こんな感じです。えっと、6年、あ、これは、新中学1年生とかが書,書いてますけど、 ちょうど前の6年生の最後の3月の課題でありましたね。卒業写真っていう、写の部分のここの部分。あれは一度毛筆でやってるので、皆さん何んとなくこういうところもできるんじゃないかなと思います。今のふわってやったり、ぎゅってやったり、締めたりするところね。うん。絵です。絵はこっからぎゅっとしといて、ストンと落ちたままで構いません。そののままらの点に でこういうとこ難しいですねこうして横へしてすエラここの2つは一緒にかけるといいかなと思います。これ一度ちゃんと置いてますけどすっとここで力を抜いて次のまた点に柔らかく入ってここが力マックスっていうとこです。でまたすっと抜けてここに一度置きが入りますけど、うん、そういうところの力の。 加減っていうのがね、少し難しいですか。エーラここに少しだけ大きめに書いてみましょうか。こうして下からキュッストンこうしといたらスッと抜けてらもう一回スッと抜けてもう一度入っこうしてすこういう感じです。 レテいたそうこういう時にねそのさっき「エラって書きましたよね。で「れて」そう次レテ「レて」「レて」だなぁと思って次まで見とくんです。で「ら」はほら真ん中ですっと切れとくと次がもうここから入れるのでこれはちょっと過ぎてるということでこっちまで来てますよね。 この辺は、例えば、じゃあ、らがここで今、ちゃんと追われているので、そこからつなげて、どうにかこうかって思ったら、まあ、つながるようにというかね、自然とこう、近くからこういう風にせり出すのがいいかな、とか、思えますよね。この角度っていうのは、らのこれを受けてのこれっていう感じで、まあ、こちらで言えば、 ちょっとここまで来ちゃってるからあんまりこっち競り出すとなんとなく変な位置がずれちゃうなっていうのがあるのでその辺の表現の仕方工夫しますこの感じとかもスーっと一度抜けてもちろんこれでもいいですでももしも慣れてきて つながりってどうなるのかなっていう時には先ほどみたいにスッと行ったかなと思ったら引き返して手にいくみたいなそういう感じちょっとねこれねフェイントかけてるみたいな感じしますけどなんかちょっとこういうふうになりますあのお手本のようにちょっと固めでもまあ構いません出ていたこうしてドンからこうしてスッときて。 どんどんそう、こういうところですね。最後。最後の部分の終わり方が優しくなりますよね。ほら、こちらもこうです。そう、こんな感じですね。少し丁寧な感じで今回やっちゃったので、だいぶ長くなっちゃったかもしれないですが、えー、通信に移行した方もだいぶいますので、えーと、今後はこちらのコンテンツも増やしていこうと思っています。 えっと、昇級試験、今回の、この今月のものですけど、昇級試験の方の動画しか出していないんですが、えっと、こちらが重点的にできた方がいいので、えっと、もし時間がない場合は、えっと、いつもの方の普通のやつは、まあまあ、やりますけど、うんと、時間をかけるならこっちの方に、このね、昇級試験で書いてある方を、 たくさんたくさんやってもらった方がいいと思いますはいでは皆さん頑張りましょう